山手線一周ウォーキングゲーム。はい、恵比寿でございます。じゃあ行きますよ。はい、ほい、やりました。地道ですけどもやっぱりプラスの100円でございます。よし、じゃあ次は渋谷。はい、じゃあ行ってきます。はい、頑張ります。いや、スーさん、結局、真っ暗になっちゃいました。いやもうね、かれこれ歩き始めて、まあ、スタートしたのが7時半だったので、今、テクニュートを歩き始めて11時間半。11時間半。これ何の競技でしたっけ？まだ正式種目にもなってないし、東京オリンピックでも採用されるかどうかは謎なんですけど。でもあれですよね、次のオリンピックに有力と言われている、あの台数競歩っていう種目ですよね、これ。そうですね、ぜひ皆さんも応援していただければなと思いますけども。楽しむ気持ちと根性があればメダルが取れるという。そうですね、あと少しからね、小銭用意しとくといいかもしれない。そうですね、喉乾きます。そうですね、はい、おー、懐かしい昔のビートルですね。かっこいいね、この音聞くと懐かしいなって感じ。いやーというかね、ついにね、うん、足やっちゃいました。足やっちゃいましたね。両方の裏とももうちょっともう水ぶくれてきちゃって、あ、歩くたびちょっと段差できついです。やっぱりね、もうかれこれ半日歩いてますからね。そうですね、足にも肩きてますね。きてますね。もう急遽今テーピングを買って、薬局でテーピングの方でちょっと足保護してきましたんで。なるほど。それで最後まで、歩いていければなと思いますんで。おー、早いな自転車。はい、よし、まあ余裕でしょ。もう今渋谷ですからね。もうすぐ渋谷です。はい、じゃあ行きたいと思います。あー、ういおいおい、7時18分ですかね。そうですね、ようやく池袋を歩き始めて、渋谷と聞いたら近いように思いますが、東京駅をね、経由して山手線時計回りでぐるっと回って渋谷ですね。はい、なんだかんだね、周りがすごく賑やかなので、音声聞き取りづらいかもしれませんが、ではスーさん、大卒サイコロの方よろしくお願いします。お願いしました。はい、お願いします。はい、今いくらか知ってんのか。600円。それでは恵比寿、目黒、五反田まで振り返ってみましょう。はい、五反田でございます。はい、5ですよね。はい、5ですよね。と、はい、いうことは300円ゲットでございます。目黒でございますね。1っていうことは100円ゲットっていう。恵比寿でございます。ほい、1、やりました。地道ですけどもやっぱりプラスの100円でございます。500円引くといくら？100円。しゃあない、もう時間なんか急ごう。頑張ります、ゴールします。やっぱこの賑わいはすごいわ。やっぱり数字はすごい。やっぱ世界的にニュースに取り上げられるわ。